はい、どうもタンタンです。今日はこちらフェイマスですね、まあ、入門機いろいろ出しておりますけれども、こちら入門機としてはねちょっとグレードアップといった感じの位置づけのモデルですね。こちら FS220 というモデルなんですけれども、トップには単板スプルースの単板を使っておりまして、サイドバックはこれハワイアンコアですね。こういった仕様の1本でございます。でグロス仕上げで、でこのシリーズはこの14フレットジョイントなんですよね。ソプラノサイズなんですけれども、なのでまあよりこうハイポジションの方なんかも使いやすいといった感じで、こんな感じのこの昔ねフェイマスが使ってたこのロゴがこのシリーズは採用されております。はい、ハワイアンコアのサイドバックなんで、まあ、コロコロしたかハワイアンコアらしいウクレレらしい雰囲気っていうのももちろんあるんですけれども、やっぱりトップがスプルース単板になることですごく音の迫力が出るというかな、小さいこのソプラノサイズなんですけれども音量もすごくありますし、しっかりと、太い音でボリューム感のある音で鳴ってくれる、そういった、モデルなんじゃないかなと思います。はい、ということでこちらフェイマスからですね、 FS の220というモデルですね。トップにはスプルースの単板、サイドバックはこちらハワイアンコアとなっているソプラノサイズ、14フレットジョイントのソプラノサイズですね。はい、こちらぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。